沙溪都已经在我的游标上面了，我看就沙溪吧。沙溪ですね。少々お待ちください。热闹的游乐园就要变成一盘人肉沙西米。はじめまして、沙溪です。不用配。実はプロレスラーもやってるんです。我职业摔跤选手是不是？それは珍しい。看这时候来一场激烈的摔跤竞赛。楽しくなりそうだ。好不。そう言ってもらってよかったわ。あの、名前とか聞いても大丈夫ですか？ああ、桐生一馬だ。桐生さんですね。今日はいっぱい楽しみましょうね。ホーリア I love you。 わーい、ありがとうございます。本当に说 I love you 你这么开心。フーありがとうございます。不知道什么会比较好。Daddy， 都是拉夫 party 耶，我看就是拉夫 party 了。やっぱり年上の人ですかね。リードしてくれる男性の方が好きですね。好きですね。暗記もとかですかね。康康鱼干。基本的に。お酒に合うものが好きなんです。なるほど。両親も格闘技に関わっていたので格闘家への憧れみたいなのはありましたね。でも正直プロレスラーになるとは思わへんかったな。人生わかんないもんですね。そうですね。人生真的没有办法预测ですね。そうですね。え、怎么这么快？我还没聊爽哎，小哥。そろそろお時間と。延長延長。ごゆっくりどうぞ。はっしょー、抱歉。キリュウさんのエッチ、そういう質問は答えてあげへん。干，我都已经叠这么高了。我拉夫都已经跌到五了，你还不妈的？那我问一下，拉夫 and sexy。よくぞ聞いてくれました。うちゴリラみたいな人が好きなんです。ゴリラか。ゴリラ。像我这样的男人。ゴリラか。俺みたいな男ってことか。確かに桐生さんもごついしゴリラ感はあるかもですね。なんていうかシュッとした洗練されたアーバンゴリラっていうか。アーバンゴリラ褒めてますよ。アーバンゴリラ、複雑な心境だ。デリリ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 。你这鞠躬真的是太久了，这个动画真的是有必要的。ごゆっくりどうぞ。有男友吗？いませんよ。キリュウさん、チャンスですよ。チャンス。差一点。我想要用 Love 决胜负。你身材真好。ありがとうございます。鍛えたおかげかな。鍛えすぎて腹筋割れてるのが悩みなんですけど。哇，他一直说他很壮耶，如果支线最后的支线任务是跟他来一场激烈的碰撞的话，该有多好。しかし、キャバ嬢とプロレスラーを兼任してるなんて珍しいな。そうですよね。皆さん珍しがられます。実際にやってみてどうだ。物珍しさで指名してくれる人は多いんですけど、いわゆる王道を求めてる人には
受けが悪いんですよね。もっと人気を上げていくためにはもっと女らしい仕草とかせなあかんのかな。我很喜欢职业摔角。俺は好きだぜ、プロレス。プロレスですか？そこはうちじゃないんですか？冗談だ。だがこんな砕けた会話ができるのはお前の魅力だと思うぜ。キリュウさん、確かにそうですね。うちにはうちなりのやり方がある。なんか前向きになれた気がします。ありがとうございます、キリュウさん。ああ、頑張れよ。頑張れよ。变成死同牌啊。好像第一场都可以弄成死同牌的样子。保守估计通常是五场吧，最好的状况下五场就可以那个变成白金，或者是五场进那个金呐、啊。いらっしゃいませ。当店ではまた金之后可以带出场，带出场加的速度就快。ご指名はいかがいたしましょう。他说他想要变得比较有 女孩子气，所以要选 sexy 吗？选 sexy 会好一点。少々お待ちください。キリュウさん、さあどうぞどうぞ。sexy か。え？drink 会加很多吗？哎呀，普通啊。喜欢的类型像大猩猩的人。そういうのは結婚したい人。よくぞ聞いて。ゴリ。おお。うっほうっほ。うっほう。キリュウさん。なんでもない。キリュウさんは天才ですね。面白すぎますよ。哇，他很喜欢这个话题，我看就是靠这个来，你是不是大量提升好感度？俺。そうなんや。でも。そうかもしれないな。そうかもしれない。意外と若かったりしそうやしな。嬉しいことを言ってくれるじゃねえか。え？全然見えないですよ。看来只要有那个喜欢的男性的话题，就要大幅的去选，可以屌声好几点。お酒ですか？とりあえず焼酎に。那给我一杯水。おお、わかった。そうなんですよ。ちびちびと味わえますし。ちゃんと飲み方を心得てな。ソーリードスライム。うまい酒が飲めそうだ。それだと台中無害。いいですね。そろそろお時間となり。ごゆっくりどうぞ。哦，所以喝酒跟喜欢的类型还蛮那个的，蛮 OK 的。セクシー。总而言之，选セクシー就对了。恋するとその人に尽くしたくなっちゃうかな。うちは毎日料理を作ってあげたりしたいですね。不好说啊，我好不容易租了一间有厨房的。こんなこと言うとキャラに合わへんとかよく言われちゃうんですけどね。并没有想要每天煮。そんなことはないんじゃないか。え、そうですか。原来是有女子力哦。哎，女子力满了，谢谢，拜拜拜拜。そろそろお時間。かしこまりました。拜拜。哦，シルバーキスト。ところで先はどうしてプロレスラーになったんだ？きっかけはあるのか？実は最初は全く興味なかったんです。でも途中から面白さに気づいて好きになっちゃって。気づいたらプロレスに魅了されてましたね。そこからは努力の日々でしたよ。
辛いこともありましたけど、なんとかご縁あってプロレスラーになれた感じです。ほう、最初から好きだったわけじゃないんだな。はい、でもとある試合を見てすごい感動したんです。試合を通して生きる力をもらったっていうか、その時思ったんですよね。うちもこんな風に感動を与えられるようになりたいって。也让我感动吧，也对我使出绝招吧。俺にも技をかけてくれ。え？いきなりどうしたんですか、キリュウさん。いや、その感動を技をかけられることで体感できるかと思ってな。多分痛いだけやと思いますよ。感動したいんやったら今度試合を見に来てくださいね。ふん、わかった。楽しみにしてるぜ。我抱歉。快了快了，我已经渐渐掌握到沙西用什么话题可以提升好感度了，要好好的利用这一点，快速的把我们的剧情突破。看两点前只能刚好玩到。当店ではまた別。ご指名はいかがいたしましょう。サキですね。キリュウさん、ずっと待ってましたよ。さあ、どうぞどうぞ。どうぞどうぞ。让我摸一下吧。关于第一次是不是没办法问啊？没有什么好。可是他全部都加耶，真的觉得很屌。ありがとうございます。连之先来个水果盘啊！本物ですか？让我摸一下吧。哎，为什么刚刚那个有增加，然后现在变一一一了？三强。关于第一次，第一次是完全不加，没什么用。そうですか？うちはそんなにかな。落ち着いた余裕のある人が好きですね。優しくて懐が深くてゴリラ顔の人やったら最高ですね。冰田雅宫。ゴリラ顔。我的当年有。キリュウさんの武勇伝。そう、大したもの。長くなるんですか？おいおい。おいおい。啊，那个不讲了。所以有爹地的都玩玩看。ポケットサーキットって。もちろん知ってますよ。うちはマシンはゴーレムタイプ。原来是我们的那个轨道车爱好者。现在最想要的东西是。欲しいものですか？ベルト？ズボンのベルトか？違いますよ。真相，没有办法再聊下去了。そろそろお時間。ごゆっくりどうぞ。对于男人的花心。浮気ですか？もしかして桐生さん浮気？其实是这样没错。不，才不是这样。我只有你一个人。俺はお前だけだぜ。いきなりなんてこと言い出すんですか、桐生さん。ね、ちょっとドキドキしちゃったじゃないですか。意外的拥有这么一点少女心。冗談きついわ。哎呦，普通啊。他是不是对 Love 的有兴趣啊 ？Love。やっぱり年上の人です。好像是哦。他对 Love 也。そろそろお時間と。ごゆっくりどうぞ。蛮容易提升的。再来屌喝了。え？結婚ですか？
うちは桐生さんみたいな男の人としたいかな。いきなり面と向かってそういうこと言われるとどう反応すればいいのか。もう桐生さん冗談ですよ。もうそんな動揺しんといて。哦，看是不是跟拉夫有关的人家好多了 ？Very good， 变高了高了。プロレスラーになった理由は聞いたが、キャバ嬢をやっているのはなぜなんだ？男っぽい性格やし、プロレスラーってこともあるので、もっと女の子っぽくなりたいんですよね、うち。キャバ嬢ならその辺が磨けるかなって。あとはやっぱりお金ですかね。お金？はい。うちの所属団体はメジャーじゃないので、正直貧乏団体なんですよ。だから試合をしてもファイトマネーとか少なくて、結構みんなバイトしたりしてますよ。怪我も多いですから、体のケアとかいろいろお金もかかりますからね。そうなのか。プロレスラーも大変だな。大変だな。そうですね。そうですね。いつかプロレスだけに専念したい気持ちもあるんですけどね。なら俺と結婚すればいい。え、桐生さん急に何を。いや、結婚すれば家族として支えられると思ってな。なるほど、その発想はなかったです。いやー、しかしびっくりしましたよ。まだドキドキしてます。例えばの話だ。動揺させて悪かったな。いえ、いい妄想ができそうです。こちらこそごちそうさまでした。あ、这不就有点可爱吗？果然女子力还是很重要的呢。啊，还没有拿到名片，妈的！因为明天不能带出场。いらっしゃいませ。当店ではまた。ご指名はいかがいたしましょう。サキですね。キリュウさん、ずっと待ってましたよ。シェルンさん、さあどうぞどうぞ。所以说呢，我看还是 love。I love you。等一下，先慢慢叠，叠高一点，再问他的内裤颜色。欲しいものですか？ベルト？看过了。違いますよ。你还是这么的漂亮。I love you。わーい。你好。突然问内裤颜色。キリュウさんのエッチ。哇，结果这个真的是完全 NG 的话题耶。关于马吉吗？眼帯に半裸で独特なジャケット？その真島の兄さんってプロレスラーですか？ああ、そうですね。いや、一般人でもないな。だがプロレスラーも驚くほど強いぞ。なんかめっちゃ会ってみたい。実際に会ったら好きになっちゃいそう。はあ、真島の兄さん。あ、原来是我们马吉吗？今与えた情報のどこで好きになるんだ。那我们互导说不定也会提升哦。哦，这样很多呢。你好。やっぱり年上。そろそろお時間となり。じゃあ、这么多啊，いいじゃん。ごゆっくりどうぞ。关于轨道车，轨道车也可以啊，加不多。你好。こんにちは。元気ですか？おかげさまでな。
这三小完全没有任何东西啊。护岛是 Daddy 跟 Talk。好吧，你虽然跌那么高了，可都跌那么高了，你都很可惜。そうなんや。うちも赤ちゃんならもっと優しくしてもらえたのにな。おいおい。そうですね。また只加一点点。そろそろお時間。ごゆっくりどうぞ。ごゆっくりどうぞ。跌到七了说。还有没有什么好的？你的身材真好。ありがとうございます。多亏了你让酒变好喝了。哦，嬉しいこと言うて。很普通的酒。Very good。あ、キリュウさん。ちょっといいですか？大出場了。これ、うちの連絡先。同伴の誘い待ってますね。キリュウさん。はい。今日はありがとうございます。バイ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 。大出場啦。大出場就好办事了。有效提升好感度。赤井沙希。刚刚直接跳这个级，好吗？哇，唐岛之飞龙！基本。这里把枪哎，我要拔枪啦！全都出来吧！しばらく寝てろ。哇，刚刚他直接原地旋转。好远，他为什么要站这么远？穿到他但丁。キリュウさん、会いたかったです。これからどこ行きます？唱歌不？カラオケ？いらっしゃいませ。二人だ。料金は。それでは。あ、うちこの。Like a butterfly。哦，原来是这首歌，这首歌真的很难打，看能不能挑战到100分好了。もう止められないぜ。上がるぜ。没有100分了。ここまで侵されて。
鸽子都糊在一起，我的天哪！比刚刚还烂，好难打这首歌。めっちゃ気持ちよく歌えましたよ。キリュウさん、盛り上げるのうますぎ。はい、じゃあ又要献唱一首《Tonight》了。この曲を送るぜ。夢中で貫いた偽りのジャスティス。握ってチャンピオンいたはずの手はいつしかはぐれてた。巡る季節刻む時計道を抱えた二人。 So tonight 今夜もまた tonight ため息つく一人きりじゃ上書けない思い出。 Not tonight 近いの So tonight場所で待つよ。こんな夜はお前に会える気がして。二人また歩いて行けるなら胸の古傷も頬伝う涙も笑い話に変えてみせるさ。歌うますぎちゃいます？ずっと聴いてたいぐらい。包含我心意的一首曲子。そろそろお時間。じゃあルル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 ルいつもより長く一緒にいれるから嬉しいです。さあどうぞどうぞ。嬉しいですね。いいね。关于初恋你身材真好。哇便利商店砸烂的事。コンビニ壊すなんてそうだよな。コンビニ破壊か。でも確かにコンビニデスマッチとかも面白そうかも。参考になりました。ありがとうございます。大好物。感謝感謝。我还觉得很有参考价值呢。你讲。そんなに長くないですね。早く慣れて女の子らしい仕草とかをも。更有女人味ですね。你很会化妆呢。そんなん言われたことないですよ。そうなのか。おお。来聊聊其他人的事好了。关于大物。その方を信頼されてるんですね。关于伊达。へえ、刑事さんなんですか。聊聊初恋。
初恋か。もう遠い昔のことのようです。若かったな。はあ、甘酸っぱい思い出。あ、不聊吧，就这样。哎呦，聊比较多啊。そろそろお時間。啊，じゃあす、じゃあす。ごゆっくりどうぞ。Party 已经到了。ほんまの親友か。親友といえば、キリュウさんは男女の友情ってあり？男女間有纯友谊存在吗？应该有。ありじゃないか。男女関係を抜きにした友人は、俺もいるぜ。そうですよね。先は男と、やっぱりそうなんですかね。そう、男っぽい性格とはよく言われるんです。そうですね。安藤最後都笑一下然后都加一点点靠北来玩国王游戏吧。おお、キリュウさん斬新ですね。ほんまおもろいわ。为什么在这种时候他就会加。ちなみに王様ゲームはしませんけどね。我太不玩靠北。那这是加爽的，是不是？加的也不多啊，そろそろ没什么用啊。我看跟你知道，跟沙西走 party 这条线，什么屁都没有。我都叠这么高了，是不是？人有多吗？你有朋友不？そんなに多くないですね。基本的に狭く深くって感じです。おお、そうなのか。多そうなイメージだな。女の子って結構群れたりとかするの好きじゃないですか。うちはそれがあんまりなんですよね。その辺は男らしいのかな。恋するとめちゃめちゃ女子なんですけどね。なるほどな。なるほどな。男としては付き合いやすいタイプだと思うぜ。よかった。プロレス界も男社会ですからね。そういう意味では合ってるのかな。うん、そうですね。まあね。你觉得我几岁？我洗脚水。意外と若かったり。まあ、それは違う。え？え？Very good。我会变成完整。ああ、こういうのもええ。どうかしたのか。あ、すいません。つい癖の妄想が出ちゃいまして。ほう、ん？なんだこのメモは。もしかして妄想メモか。そうです。気に入った妄想の設定を忘れへんようにメモしてるんです。マメだな。忘れないようにしてどうするんだ。妄想代わりをするんですよ。要はまた同じ設定でもう一度妄想を楽しむんです。ほう、いろいろ書いてあるみたいだな。ん？キリュウさんの設定？あー、それは見たらあかんやつです。もう勝手に見んといてください。ああ、すまんな。もう油断も隙もあれへんやから。危ない危ない。だが、先を見ていると、妄想ってのも面白そうな気がしてくるな。おもろいですよ。おすすめです。そや、試しにやってみましょうよ。キリュウさんならうちをどんな設定にして妄想します？老妈。おふくろさんかな。うちがキリュウさんのお母さんってことですか？ああ、なんだかしっかり育ててくれそうだからな。キリュウさん、うちを何やと思ってるんですか？とほほ。とほほ。だが、サキと一緒に暮らしたら楽しそうだと思ってるのは本当だぜ。それは嬉しいですけどね。ならお嫁さんとかにしてくださいよ。ああ、確かにそうだな。变成白金工作室啊。
应该打个标，然后回来完成一次就结束了。沙溪线就可以结束啦，就玩最后的光。いらっしゃいませ。好久没吃了，吃一下吧。うまいな。嗯，一个角色差不多40分钟左右。ありがとうございました。其实也是蛮长的。唱歌，大概打到3点。キリュウさん、これからどこ？ほな行きましょう。ルル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 ルとなると負けられませんよ。全力で来い。全力で来い。我没有射过帽子戏法。嘟。よし。あ、ピュー。ナイトン。よし、勝負ありだな。ああ、負けた。ドゥルルル。すっごい楽しかったです。じゃあ時間。一緒に入れるから嬉しい。あ、どうぞどうぞ。はい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 。ヤッホー。起手式。なんかの記念日とかで行くならともかく。男としては。そうなんや。うちならその。你还是那么的漂亮 ，talk， 都是 talk 好了。キリュウさんがそういうところに。ああ、変な想像しちゃう。話題変えましょう。あ、只加一点点。そうだよな。コンビニ挟み込みになりました。趣味ですか。そうやな、妄想とか。妄想。はい、普段からよく妄想しちゃうんですよ。その人と付き合ったらどうなるかなとか。で、どんな妄想したか忘れへんようにノートに備忘録もつけてるんです。じゃあ試しに俺で妄想してみてくれないか。いいですよ。
キリュウさんですか。何がいいかな。キリュウさんが実は消防士で、うちと付き合うことになった後、火事が起きて、それをキリュウさんが助けに来てくれるんやけど、ちょっとベタすぎるかな。大爆笑。おい。おい。お茶很多呢，要喝。え？おお、这茶很多呢。そろそろお時間と。闭嘴闭嘴。ごゆっくりどうぞ。没了耶。谈起恋爱完全是个女孩子，没有不知道特长、音乐跟梦想，嗨，兴趣。何型だと思います？そうだな。谢谢。A B を押し。A B 型か O 型のどちらかだな。もう何それ桐生さん、ずるい。ちなみに両方不正解です。あ、じゃん。ほんまですか。ほな試してみちゃおっかな。あ、一枚な、你可以滚了。そろそろお時間となり、かしこまりました。じゃねベリーグーナンバーワン。今日も楽しかったな、ありがとう。いえいえ、こちらこそ。ところで桐生さん、一つご提案が。うん、なんだ。この後お時間とか大丈夫です？もしよろしければアフターとかどうかなって。俺は構わないぜ、いいのか。もちろん、血の果てまでついていきますよ。やったー、約束ですよ。約束ですよ。じゃあミレニアムタワーの前あたりで待ち合わせでいいですか。はあ、はい。はあ、めっちゃ楽しみ。めっちゃ楽しみ。我看是要来一场激烈的摔跤了哦。哇呼哩呀、好想跟他打一场，勇敢面对。不好意思啊。お待たせ、キリュウさん。我约会的固有捷径。ああ、それじゃあ歩きながらどこに行くか決めるか。はい。どうした？あの子、うちのこといっつも会場で応援してくれる子なんです。おう、さっきのファンか。声をかけてやったらどうだ。うん。あれ、あの、もうお金はなくて。はあ、お前の母ちゃんの財布から盗んでくるってことになってただろ。俺たちとの約束破るのかよ。でも、うち貧乏だからそんなことやっぱりできなくて。てめえな、また殴られたいのかよ。お褒めが NY ハート。お前から金取られたら俺たち今日遊べないんだぞ。どうしてくれんの。弱い者いじめか。最低だな。あの子、確かに前に話した時に言ってた。悪い連中に目をつけられてるって。その時は逃げずに立ち向かうんよとか無責任に言っちゃったけど、こういうことか。
早く助けてあげんと。いや、待て。え？ごめん。もうこういうのやめてくれないかな。はあ、お願いだからやめてよ。てめえ、いい度胸じゃねえか。どうしちゃったんだ。もう逃げたくないんだ。そうですか。なら仕方ねえな。放てよ。おい、邪魔すんなよ。さ、関係ねえだろ。残念だが関係あるんだ。こいつは俺の大事な人を支えてくれる大事なファンなんだな。このおっさんから金踏んだくろうぜ。ピュータオー、殺してやるよ。ピュータオー、パー、ピュータオー、パー。うわ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 う。对不起你，对不起你啊，小松，不要打我，我怕。我怕。なんておっさんだ。おい、こいつにもう一度同じことをやってみろ。その時は。こんなんじゃ済まねえぞ。いい。お、好快。Xperia。ありがとうございました。いや、俺が助けたのは、お前があいつを応援してくれているからだ。礼ならあいつに言ってくれ。サキさん、大丈夫？怪我はない？はい、サキさん、僕約束した通りに立ち向かいました。結果は助けられちゃったけど。ごめんね、こんなことになってるのも知らずに無責任に立ち向かえなんて言ったせいで。ううん、サキさんが言ってくれなくても僕は立ち向かったと思います。え？この前の試合、サキさんでっかい外国人相手に必死で立ち向かっていきましたよね。結果は負けちゃってたけど、僕あれで感動したんです。サキさんかっこよかった。僕もあんな風に立ち向かわないとダメだなって。だからサキさんに言われなくても僕は立ち向かっていたと思います。サキさん、僕に勇気をくれてありがとう。ううん、こちらこそ。今度の試合絶対見に行きます。立ち向かってるサキさん見せてください。じゃあさようなら。サキはもう立派なプロレスラーだな。勝敗より大切な、プロレスで一番大切なものをあの子に伝えられたんだから。キリュウさん、うちプロレスラーになってよかった。ああ
ごめんなさい、桐生さんに喧嘩させることになっちゃって。俺が勝手にやったことだ、気にするな。それにお前はプロレスラーだ。どんな奴だろうと一般人に手は出せないだろ。うん。さあ、せっかくのアフターなんだ、いつもの明るい先に戻ってくれないとな。うん、せやね。ほな、行く前にちょっとだけ時間くれへん？うん、ああ、構わないか。キリュウさん、さっきはほんまにありがとう。ほんまにめちゃくちゃかっこよかった。あんなん惚れてまうわ。うちまだまだ女の子っぽさが全然足りへんかもしれへんけど、目いっぱい背伸びして今日は勇気出してみようかな。こういうのずっと妄想してたよね。キリュウさん大好きやで。これからもうちのことずっと見ててくださいね。那我等一下就要换人了，不好意思。我特别他妈换了一套衣服来亲一口，然后讲一堆你知道告白之类的。呜，哦，晶晶勇敢面对，最后一个啦。いらっしゃいませ。当店ではまた別ご指名はいかがいたしましょう。最後終于来到最后